そういう方は本当に胸にコンプレックスがあったら、なんか手術をした方が絶対に自分に自信が持てるのでおすすめします。100点です。もう本当に満足してます。こんにちは、ももみみだ。今日私は7整形外科で包茎手術を受けに来ました。私は今手術室の前に来ました。これから手術を受けてきます。バイバイ。こんにちは、7美容外科で包茎手術を受けて9ヶ月目のももです。手術前は胸元が見えるような服をうまく綺麗に着こなせていなかったのが悩みでした。あとは水着とかを着た時にやっぱり谷間ができなかったりとか、ちょっと貧相に見えることがコンプレックスでした。私は自分の体型に合わせた自然な大きさで胸をボリュームアップしたかったです。1日目から7日目までは起き上がるのがすごい痛かったです。あとは傷跡は医療用ボンドで止めてくれてたので、塞がってるからシャワーしても痛くなかったです。1週間から1ヶ月まではだんだん胸が下に下がってきてる感じもしたし、筋肉痛みたいな痛みは2週間ぐらい続きました。で、今胸は全然痛みとかもないですし、柔らかくもだんだんなってきたんですけど、私がちょっと痩せてるタイプなので、もうちょっとなんか自然に柔らかくなるのはちょっと時間がかかるかなっていうのと、あとは谷間もこう自然にキュッて真ん中に胸が寄るようになってきたので、谷間もできて嬉しいです。で、今は傷跡はピンクになってます、になってるし、なんかこう脇のシワと一緒に合わせて先生が切ってくれてるので、あんまり多分このピンクの部分がなくなったらきっと目立たなくなるんだろうなと思います。腫れがある感じは全くないです。まずこの紐、ブラ紐が見えちゃうタイプの服とかを着るときに、なんか普段だったらなんかブラ紐見えたままにしてたりとかでうまく綺麗に服を着こなしてなかったんですけど、包茎してからはニップルパッチを貼るだけで胸も形が綺麗なので、なんか服もなんかそういうブラ紐が見える服とかも綺麗に着こなせるようになったのが一番嬉しいのと、あとは水着を着た時になんか谷間がすごい綺麗に見えて、なんか水着も綺麗に着こなせるようになったことが一番の変化かなと思います。もともと背も高いし体型も細い方だったので、胸だけあったらいいなって思ってた部分が手術で改善されたのですごく満足してます。今のサイズはもともと日本のサイズ A カップで、日本のサイズで E カップまで上がりました。韓国だと A から D になりました。ファンの方々の反応はやっぱりすごい大きくなったって言ってくれる人も多いし、なんか水着とかこういう胸が見える服を着た時に、なんか胸大きくなってセクシーになったねとか、なんか服がすごい綺麗に見えるとか褒めてくださったことが多いです。私は男性に胸が大きくてセクシーでアピールしたいっていうわけで包茎したわけじゃなくて、本当に自分の中でコンプレックスで自分の体型が綺麗になりたくて包茎したので、ただ普通に自分の中で自信が持てるようになったっていう変化はあります。なんかやっぱり胸って遺伝なので、どんだけサプリメントを飲んだりマッサージしたりとかしてもなかなか太っても大きくならない体型の人ってたくさんいると思うので、そういう方は本当に胸にコンプレックスがあったら、なんか手術をした方が絶対に自分に自信が持てるのでおすすめします。100点です。もう本当に満足してます。7美容外科さんでは私はお顔の手術でもお世話になってますし、今回胸の手術でもお世話になって、すごく通訳さんが丁寧だし優しいし、なんか安心して手術が受けられるなと思います。7美容外科のファンドンヨ先生は本当に韓国でも包茎の技術が高い先生なので、ファンドンヨ先生にやっていただいて本当に良かったなと
思います。皆さんも豊胸手術を韓国で受けたいなっていう方はぜひなのでカウンセリングを受けてみてほしいなと思います。ということで今日は豊胸手術を受けて9ヶ月目のももでした。私のレビューが助けになったという方はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。バイバイ。